Kapitel Nummer 8. Gebleichtes Schwarz. Erwarte Schreckliches. Dozo. Nakama de. Ne. Kousou chuu janakatta no? Kono hito tachi. Ah, sono hazu da. Okashina toko de oai shimasu ne. Hoshino kaichou. Soshiki doushi wa kousou ga honkakuka suru sunzen tte no ni. ここは別世界のようじゃないですか。俺たち3人が会うのは年に一度あるかないかだ。だが肉の壁の均衡を保つため情報を共有する必要があればこうやって膝を突き合わせて会うことだってある。今下の者同士が血流し合ってます。止めなくていいんですか。うちの青龍会は若い者を二人蜂の巣にされた。そして半貧龍門は庭先まで勝ち込まれた。こうなった以上簡単には止められん。先に引いた方のメンツが潰れるからな。何の理由もなく矛は収められん。そういうこと。うちだって同じ。なるほどね。じゃあここで何やってんだ。トランプでもやってこの構想の勝ち負け決めんのか。そのアイディアいいね。ふざけんなよ。すでに人が死んでんだ。なのにあんたらがここでこんな狙いごっこしてるって下々の連中は知ってんのか。知らねえだろ。あんたらそれで平気なのかよ。春日よ、自分の物差しで勝手なことばかり吠えてんじゃねえぞ。でも会長、高部の頭は今この蝶が拉致ってて。拉致ねえ。でも君が言うよりかは頭はうちで丁重にもてなしてるよ。俺としちゃ返す口実があればすぐにでも解放したいくらいだけど。じゃあこのままずっと睨み合ってる状況が続くってことですか。そういうことになるな。でもまたいつ死人が出るかもしれねえのに。だからこそ睨み合いの状況が必要なんだ。兵隊らが本気で睨み合ってこそ三すくみだ。均等な三角形は外部からの圧力に対して高い強度を持つ。日本も独裁の構造から三権分立になった。それが最もバランスがいい。つまり理にかなっていたからだ。わかるか。今さらここで戦後の話かよ。あれ何か。ああそうだ、戦後の話だよ。この町の構造が生まれたのもな。戦後混沌に生まれたのが闇市。そこで初代青龍会が起こった。そこで今ある偉人町の基礎は作られたといえる。その頃わずかに離れた横浜中華街では中国人同士の2つの勢力がその主導権を求めて争っていた。そして勝利した一方は今でも中華街で繁栄した。そして敗れたもう一方は後に半貧龍満となる中国人たちだった。半貧龍満は生きる場所を求めて偉人町へ追いやられた。だが流れ着いてきたよそ者を青龍会も黙って受け入れるはずもない。半貧龍満と青龍会との間には当時多くの血が流れた。歴史の話って始めるとやめ時に困らないですか。退屈か。だが歴史を知らずにこれの話はできん。お前の持っていた偽札だ、春日。青龍会はそいつを承知だったんですか。ああ、コミジュルで刷られた偽札の日本円は全て俺の元に集められる。じゃあ青龍会が全部裏で糸引いてたってことですか。どういう意味だ。中国元の偽札はマブチが勝手にやってたことでも、元は日本円の偽札作りがきっかけだ。そしてその偽札の日本円を吸ってたのはコミジュルで、輸入するための基地は半貧龍満。でもそれを全て手に入れてるのが青龍会。
あんたら全員グルだったのか。春日君、結論急ぎすぎ、落ち着きなさいって。こっちはイライラしてんだ。そもそも清流会の人間に間違われて、拉致られて、抗争の火種だの因縁つけられて、難波の賢者殺されかけて、挙句いきなり抜き打ちで偉人さんのトップに出くわしてんだ。落ち着いてられっか。まったくよね。じゃあ清流会が、つまりあんたが一番得してるって話かよ。偽造された縁の最終的な行き先は俺のところじゃねえ。Oh, welche Überraschung. Saki, Arkish, der Mimastel. Minjitono Jujin Teats. Ja, Majde Antra, Sorote, Ogikubo Sasaiter Tokotoka. Nande Sonato. Torenga Konochino Rikshidakarana. Eh? More Okujunen Mominaru.偉人帳の偽札作りを発案してきたのは荻窪だった。あの人が清流会の初代とハンピン・リューマンのボスへ話を持ちかけてきた。政治家が偽札作りを、清流会とハンピン・リューマンへ、何のために。当時の荻窪は市議会議員の一人に過ぎなかった。だがあの人はもともと偉人帳を縄張りにしていた清流会の連中と、偉人帳へ流れ着いたハンピン・リューマンが限られた島を巡って抗争する様子を見て考えたんだ。争い続ける男たちとその家族を何とか救えないものかと。そして自分にできることを探し続け、出した結論が偽札作りか。そうだ。荻窪はまず敵対する組織同士に共通の利益を持たせるため、偽札作りの役割を分担させた。大陸から特殊な紙を仕入れるのはハンピン・リューマン、印刷と運搬は清流会という具合にな。で、作る方法は荻窪が。そうだ。その施策が偉人帳の平和には必要だと荻窪は信じていた。だから何としても実現するため、彼はありとあらゆるコネを使い、紙幣の原料や配合を調べ上げてくれた。まあ当時のその偽札も今思えばそこまでの出来ではなかったがな。今の出来が良すぎるだけだ。そして荻窪はすられた金をこの町の警察連中にばらまいた。警察に？清流会やハンピン・リューマンに渡したんじゃなくて？金を渡しただけで争いは減らん。根本的な解決にはならんのだよ。荻窪はそこをよくわかっていた。そうっすか。じゃあどうして警察に金を？彼の目的は警察を意のままに操ることだった。渡された金で警察の連中は骨抜きにされ、気がつけば荻窪の言いなりになっていた。そして荻窪は警察に偉人帳のある区域を中心に取り締まりを厳重に強化するように指示を出したんだ。治安の強化よね。いいことじゃん。偽札使って治安強化って言われてもよ。単なる治安強化が目的じゃない。その区域でハンピン・リューマンの人間を清流会の組員が追い出そうとしても、すぐに警察が動き騒動を阻止できるようにしたんだ。つまり抗争が限りなく起きない区域を荻窪は作った。なるほど。そりゃハンピン・リューマンにはありがたいことだ。察しがいいな。結果その区域は偉人帳のグレーゾーンとして保護され、抗争は減り、行き場のなかったハンピン・リューマンはその区域を最後の居場所とすることができたんだ。でも清流会はそれで納得できたのか。ハンピン・リューマンには無条件で島と仕事を与えられたわけだろ。まあな。
しかし清流会も偽札作りによって継続的に大きな報酬を手に入れることができた。それだけじゃねえ。組員が無茶やらかしても警察が出る前に荻窪の一声でもみ消してもらうこともできた。その上でハンピン・リューマンとの交渉で兵隊を失うこともなくなったんだ。つまり清流会にも得るものはあった。十分メンツは保てたんだよ。荻窪ってかなりのやり手なわけね。ある意味政治家らしい仕切り方っつうか。ふん。荻窪から授かった恩恵を理解できたか。確かにわかりますよ。そしてその恩恵は我々にも同じ。80年代になってコミジュルもそのグレーゾーンに救われることになった。え？かつて韓国人同士が集って人言派と呼ばれた組織が我々の母体だ。例えば彼は数年前までそのリーダーの影武者だった。人言派は幾度となく敵対組織に潰され、その度に同胞はチリジリに偉人町へ流れ着いた。 Für Spieler der früheren Yakuza-Teile ist das auch ein Begriff. 母に連れられてここに来た。常に争いの渦中にさらされていた我々にとって偉人町は安心できる場所だった。やがて噂を聞きつけた同胞も増え、我々は徐々に土地に根付いていった。しかし身の安全だけでは生きていけない。同胞の数が増えるたび、ハンピン・リューマンとのトラブルも増していった。じゃあハンピン・リューマンと戦争も？いや、そうなる前に荻窪は手を打ったのさ。ある日我々は荻窪豊から偽札作りの印刷の工程を清流会から引き継ぐよう提案を受けた。安住の地と収入の保証、その提案を拒否する理由はどこにもない。さらに全ての秘密が漏れぬようその監視も我々が命じられた。それが偉人町の至る所を見張る監視システムを作るきっかけになったのさ。そして清流会、ハンピン・リューマンと共にコミジルも偉人町の一角を担うに至った。そして偉人さんが完成したってことか。以来長年にわたって我々と荻窪は密かにお互いを支え合ってきた。荻窪は偉人町から生まれる無尽蔵の財源を駆使し、Ich warte noch auf das ganz große Aber. 幹事長の椅子を手にした。もう今の内閣にもあの人と張り合える者はいない。なるほど。そういう歴史で一つの秩序が完成し、その発案者も出世したか。でも感心しねえな。所詮は臭いものに蓋をして得た秩序ってことだろう。なんだと？結果がどうあれ、やり方が間違っていると言いたいんだな。では、例えば警察はどうだ？戦後の焼け野原の日本において警察とヤクザの関わりをあんたは説明できるのか？明と暗、それぞれが力を駆使し復興を目指し、それを遂げて現在がある。その事実をあんたは否定できるのか？そりゃその今そういう話はいいじゃないですか。とにかく今教えてもらった話が偉人町の過去ってわけですよね。でも俺らが気になってんのは今後の話です。俺らがここに呼ばれた理由は要は何です？うん。Zeit herauszufinden, was die drei mit uns. Kasuga君の弟たち。難波君は消えた弟を探すためにこの町へ潜り込んできた。弟を探す手がかりは弟が追ってた偽札を追うことが一番だと思ったんだろうね。そしてコミジュルを嗅ぎ回ったりしてさ。だからもともと難波君は偉人さんには強い敵意を持ってるでしょ。でもよりによってそんな男が偽札作りの現場を実際に見ちゃって行方をくらましたとあっちゃね。難波の口を塞ぐ必要がある。そんなこと俺らに知らせてどういう気だ。やめてくれとお願いすれや、難波は見逃してくれんのか。本来ならお前らもこのまま見逃してはおけん。
だが俺はこの偽札をお前に持たせた人物に心当たりがある。え？あ？なんだと？その人物に免じてお前には目をつむろう。誰がこの偽札を俺に？どうしても教えてほしければナンバを捕らえてこい。お前ら自身の手でな。なんちゃんを？でもそんなことしたら。そうかい、カズガ。だったらお断りだ。ダチを売ってまで知りていうことなんざ何もねえ。それで話はしまいかい？もしもの話、偽札の秘密が漏れれば肉の壁は力をなくす。偉人町のグレーゾーンは消えてなくなるんだよね。困るんだろうな。あんたらはな。肉の壁は治安が怪しい反面、何らかの理由で追われた人間にとってはここが最後の安全地帯ってことって説明したよね。ああ、聞いてたぜ。鈍いね。ここに入ってこれない連中ってのは東城会や近江連合もそうなんだよ。つまりここのグレーゾーンのおかげで命拾いした人間の中にはさ、春日君も入ってんじゃないの？あ？カムロ町で撃たれた後、お前は肉の壁にいたからこそ近江のとどめを刺されずに済んだ。なるほど。そう来るかい。俺にはこの町に借りがあるってか。あんまり人事みたいな顔してるからさ、意地悪言ってみたくなっただけ。くそ。でもやっぱダチを売るような真似は。待て、断る前にもう一つ大切なことを言っておく。何です？難波にはすでに資格を放ってある。何だって？資格って誰だ？はい、うちが引き受けました。ハンピン龍馬が？しょうがないじゃん。まあ捕まえてもできる限り苦しまないように始末するようには伝えたよ。ただうちの子たち最近仕事が荒いんだよな。てめえ止めさせろ。そりゃ無理。俺は偉人さんのために始末する方に一票だから。どうする？放っておいたらナンバー死ぬぞ。でも連れてきても殺すつもりでしょ。お前がナンバーをつかめろ。ハンピン龍馬よりも先にな。いや、そんなこと言われたって場所が。それなら私の方で目星がついています。この先はお前次第だよ、春日一部。とにかくまずナンバーを死角から救うのが先ってことか。Hindert immer noch keinen daran, uns jetzt nicht auch umzubringen, weil wir jetzt alles wissen, zufälligerweise? Oh boy. Oh, Teufelsrocker-Job freigeschaltet. Und Matriarchen-Job freigeschaltet. Es könnte eventuell sein, dass DLCs jetzt verfügbar sind. Und wir haben tatsächlich sehr, sehr viele Dinge, um die wir uns jetzt kümmern sollten. Vor allen Dingen müssen wir dann auch nochmal gucken, was wir jetzt so ein klein wenig tun können, um unser Geld aufzustocken. Ich weiß, es sollte Priorität sein, darauf Nanma zu finden, aber genauso sollte Priorität auch darauf sein, dass wir jetzt vermutlich erstmal eine Weile zu dritt sein werden. Hanjungi, was hast du denn zu sagen? Willst du wissen, wo Nanma jetzt ist, Kasuga-san? Hast du ihn schon gefunden? Yeah. Ich sage nur, ich hätte eine Idee. Sicher weiß ich es nicht. Aber die Yokohama Liumang suchen ihn auch. Ja, wo ist denn nun Nanma? Oh. Wo ist Nanma dann? Nichts weist darauf hin, dass er Ichijo verlassen hat. Solange die Gummi-Julien im Auge haben, wäre das unmöglich. Könnte er zur Polizei gegangen sein? Ich glaube, das würde er nicht riskieren. Er kann nicht wissen, welche Polizisten den drei von Ichijo nahestehen. Von Ichin. Ja, und wo würde er dann hingehen?
Wäre ich Nanbasan, dann würde ich mich bei Bleach Japan am besten aufgehoben fühlen. Und warum? Bleach Japan? Soga. Ich verstehe. Es kann sein, dass sie bereit wären, ihn zu beschützen, hm? Ich habe die Überwachung der Geschäftsstelle von Bleach Japan schon verstärkt. Wir haben ihn dort auch nicht gesichtet. Aber möglicherweise ist er auch schon drin. Was sollen wir machen, Ichiba? Sagen wir, wir erwischen Nanba und bringen ihn her. Was würdet ihr mit ihm machen? Das ist nicht meine Entscheidung. Aber wenn ihr nichts tut, werden die Auftragsmörder der Liu Mang ihn am Ende erwischen. Und das ist nur eine Frage der Zeit. Verdammt. Wohl. Wir haben keine Zeit für sowas, Kasuga. Wenn wir als Erste finden wollen, dann müssen wir vom Naheliegendsten ausgehen. Na. Okay, wo ist die Geschäftsstelle von Bleach Japan? Das Hakuryu Building am Carriage Highway. Ihre Zweitstelle in Yokohama, das ist in der ersten Etage. Spare dein Geld, sparen ist klug. Das ist eine Weisheit, die haben wir jetzt so oft schon gesehen in den letzten... Wo sind wir denn mittlerweile? Folge 48? 49? Unsicher? Auf jeden Fall in den ganzen bisherigen Folgen. Ja, es war auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichtsstunde. Nein, das hier wollte ich. Ah, hier unten sind wir gelandet. Oh, guck mal, hier ist auch direkt... Ich finde tatsächlich, dass wir uns um ein, zwei Sachen mal bemühen sollten. Zuallererst holen wir mal diese Part-Time-Hero-Mission da hinten. Was ist denn hier alles? Ist ja mega hübsch. Sollte mich dann halt auch mal so ein bisschen besser umgucken. Guck mal hier zum Beispiel. Ein goldener Riesenkäfer. Das will man haben, hoffe ich doch. Oh, verdammt. Gerade in dem Moment, wo ich hier... Komm, vielleicht... Haben wir hier erst... Ja gut, dann kämpfen wir erst mit denen. Bevor wir die Part-Time-Hero-Mission machen. Wir sind halt leider aber auch nur zu dritt. Schaffen wir die? Wir probieren's mal. Guck mal, du stehst gerade so schön. So, und was ich auch unbedingt noch machen möchte, ist, dass wir uns mal ein wenig die Jobs noch angucken. Denn ich glaube, es ist jetzt gerade umso wichtiger. Nee, ich glaube, das hilft nichts. Ich glaube, es ist jetzt umso wichtiger, dass wir so ein bisschen uns die Jobs mal angucken. Weil eventuell... Boy. Wird es nicht gerade mal unwichtig. Weil wer weiß, wann wir Nanba wiedersehen. Muss die Dudes hier unbedingt wegkriegen. Bleib auf dem Boden legen. Renne, das ist nicht gut. Eieieiei. Oh, das tut ihm langsam, glaube ich, doch ein klein wenig weh.
Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, jetzt wäre es an der Zeit für Saeko, uns mal eben ein klein wenig zu heilen. Geht das so? Hoffentlich, ja. So, jetzt haben wir nur noch den miesen Metzger. Der kriegt jetzt einfach einen Wuchtwurf ins Gesicht. Hätte vielleicht gleich machen sollen. Boom. Also wir müssen uns auf jeden Fall noch so ein paar Sachen kümmern, denn ich habe so das Gefühl, wir sind jetzt tatsächlich sehr weit vorangeschritten und wir sollten uns darum bemühen, dass wir uns jetzt auch darauf einstellen, dass alles nicht mehr so reibungslos läuft. Ich habe nicht viel Geld. Du bist mein Held, wenn man mal einen braucht. Das muss mein Kunde sein. Zeit, Teilzeitheld zu spielen. So, guck mal, dafür kriegen wir 20.000 Yen. Kümmern wir uns mal drum. Ich bin der Held, den du brauchst. Das ist aber nur ein Nebenjob. Das ist jetzt nicht so wichtig. Hey, misch dich nicht ein, wenn andere Leute sich unterhalten. Aber gut, dann gibst du mir dein Geld eben auch. Ich glaube nicht, mein Freund. Das Problem ist, das hat ja bei ihm nicht geholfen. Pass mal auf. Okay, das ist auch hier wieder nicht die schlauste Variante. Aber wenn wir den hier aus dem Weg haben, ist es, glaube ich, umso besser. Boom. Dann haben wir den wieder mit seiner blöden Pulle da. Wow. Der krittet halt schon echt hart. Oh. Ich hatte gehofft, er geht zu Boden. Boah, Saeko darf erstmal gleich wieder durchheilen. Oh, Megaschwung hinterher. Komm, zieht auf den Boden. Das ist deine Chance. Boom. Und so wurden wir um 20.000 Yen reicher. Immerhin. Beim Treffen mit den Dreien von Ichin erfahren Kasuga, Adachi und Saeko endlich mehr über das, was hinter der Geldfälscherei steckt. Vielmehr noch, dass irgendwie alles miteinander verwoben scheint. Doch Nanba ist immer noch nicht aufzufinden und es liegt nun an Kasuga, ihn vor den angeheuerten Auftragskillern aufzuspüren. Beim nächsten Mal macht sich unsere Truppe dann auf den Weg zu Nanbas vermeintlichem Versteck. Da gibt's schon eine ganz kleine Vorschau auf das, was euch dann erwartet. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mich das doch gerne wissen. Bis dahin, ciao, tschüss!